最も有益であるかをご存知の方なのです。いかなる地位にある者も、この法に反対したり、改変したり、付加したり、放棄したりする権利はありません。至高のアンラーは、こう言いました。一体彼らは、ジャーヒリーやイスラーム以前の無能時代の採決を望むというのかアンラーを確信する者にとっては、採決において彼に勝る者などいないというのに。クルアン5時50分。 6. イスラムは、その転居が普遍的で、すべての時代と場所に適応する宗教です。しかし、その一方で、時間や地域的相違の影響を受けない普遍の一般的原則や教義も明らかにしています。例えば、アンラーや、その天使たち、その頃、アキラ天、諸子と、最後のヒット帳明に関する、信仰など心情に関連することや、礼拝の動作と、その時刻、義務の常在の定額とそれを与える対象。 義ムの断食の時期や、ハッチ、義ムの巡礼の特性と時期と規則など、いばダ・崇拝行為に関することなどがそれです。世界で起こる全ての新しい出来事に関する見解は、クルアンとスンナ預言者ムハンマドの原稿録によって意味されます。もしクルアンとスンナの中にそのことに関する見解が直接見つからない場合は、経験な学者がムスリムの福利とその時代や社会状況を考慮しつつ、 法的転居を根拠に見解を導き出すための努力をします。この作業は、クルアーノクとスーナの一般的意味を調査し、かつ以下に示すような法学的原理を研究しつつ行われます。1、イスラムにおいてすべての物事は、それが非合法であるという一般的あるいは特定の転居が存在しない限り合法です。2、社会の教育と福利の保護。3、 イスラムは優しい教えであり、不必要な困難があれば、それを免除します。4. 害することも害されることも回避されなければなりません。5. 悪事を、それが広がる手段を封じることで押しとどめます。6. 切迫した必要があれば、非合法な物事は合法化されます。7. 切迫した必要があれば、その状況に応じて非合法性を合法化します。8. 外薬の回避は、福利の上司よりも優先されます。9. もし悪い選択しかないような場合は、よりマシな方を選択します。10。外薬は同様の外薬でもって回避したりしません。11. 特定の外薬は、一般的外薬を回避するために、その回避を保留したりしません。この他にも同じような、たくさんの方角的原理が存在します。 また、限界を導き出すための法的努力において、学者は自分の主欲に従ったり、また、それを個人的利益を得るための道具としてはなりません。法学者は法的転居に反しないような手法でもって、社会的利益を導くために最善の努力をするべきです。イスラムはあらゆる時代に適応し、あらゆる社会の必要を満たす力があるのですから。7、イスラムにおいて偏見はありません。 その法的項目は、経済的に豊かなものと貧しい者、高貴なものと庶民、統治者と新民、また肌の色などの区別なく全てのものに適用されるのです。イスラーム法の実践において、全てのものは平等なのです。これに関する出来事として、預言者時代のあるヒマフズーミー部族、最も高貴な血統である、クライ種族の種族出身のある女性が、盗みを犯したことがありました。 人々は言いました。一体誰がアンラーの使と彼にアンラーからの平安と祝福あれに話して彼女に対する窃盗の刑罰の免除について取り出すのだアンラーの使と彼にアンラーからの平安と祝福あれの寵愛するウサーマしか、それができるものはいないではないかそれで彼、ウサーマ文在度がその女性の刑罰を免除してもらおうとしてアンラーの使と彼にアンラーからの祝福と平安あれに話すと、彼はこう言いました。 アンラーの刑罰において取りなそうというのかそして預言者、彼にアンラーからの祝福と平安あれは立ち上がると説教してこう言いました。人々よ。あなた方以前の者たちは、高貴な者が盗みを犯せば放免し、弱者が盗みを犯せば刑を執行する、などということをしていたために滅亡したのだ。アンラーに誓って、もしムハンマドの娘ファーティマが盗みを犯すようなことがあれば、 ムハンマドは彼女の手を切るぞ。ウスリムの伝承。8イスラームの法的転居は現在に至っても元来の形を保持しており、いかなる省略や負荷や置き換えもこうむって生えません。そしてイスラーム法の主要転居は、クルアンとスンナ預言者ムハンマドの観光なのです。現存しているクルアンは、 預言者ムハンマド、彼にアンラーからの祝福と平安、あれに掲示された当時のままの時とクトアキラを維持しつつ、元来の形を保っています。クルアンは、ただ、一つの改ざんも受けてはいないのです。預言者ムハンマド、彼にアンラーからの祝福と平安、あれは、その存命中、アリーやムアウィア、ウバイブンガーブやザイドブンサービトなど、京都モの中でも、最も優れた者たちに、彼に下された掲示を書き留めるよう命じました。 それで彼に啓示が下るたび、彼はそれをどの章のどの箇所に書き留めるかを正確に指示し、教友たちがそれを命令通りに書き留めたのです。またクルアンは書物の形で保存されると同時に、ムスリムの心の中にも暗記という形で維持され続けました。ムスリムはアンラーの書に特別な敬意を払っています。そして、それを教授し学習することにおいて、互いに競い合うようにして努力するのです。これもべて、 預言者ムハンマド、カルニ、アンラーからの祝福と平安、あれが約束した、来世での報奨のために他なりません。あなた方のうち最善のものは、クルアンを学び教えるものである。ある、ブハーディの伝承。ムスリムはクルアンに奉仕し、配慮し、また、その暗記のために、その時間と財産を惜しげなく費やします。ムスリムは、こうして、世代から世代へと、クルアンを受け継いでいくのです。クルアンの暗記と老唱は、 崇拝行為の一つとみなされます。アンラーの使と彼にアンラーからの平安と祝福あれは、こう言いました。クルアンを朗称する者は誰でも、銃の報鐘を得よう。アリフ・ラーム・ミームは一つの語りなのではない。アリフも、ラームも、ミームも、それぞれ一語なのである。ア、テルミズイの伝承。そしてイスラームにおける第二の法味なもとが、 クルアーンの意味の明確化と説明の役割を担っているスンナ、予言者ムハンマドの原稿録です。アンラーはスンナに関しても、その一生をそこに刺された経験で信頼にあふれる学者たちの研究により、あらゆる改ざんや偽造から保護しました。学者たちは予言者の伝承の鎖を調査し、それが本当に彼から伝えられたものなのかどうかを検証しました。さらには伝承の鎖の中に存在する各伝承者のことも調査し、 果たして彼らが十分な経験さと信頼性を備えているかどうかを研究したのです。彼らは予言者から伝えられる全ての伝承を古いにかけ、神聖であると判明したもの以外は受け入れませんでした。これらの伝承は現在まで私たちの元に届いています。数ーの保存のために用いられた方法論についてご存知になりたい方は、伝承学の書籍に身を通されると良いでしょう。 伝承学を研究してみれば、私たちの元にある伝承に関する信頼性には疑念を挟む余地もないことがわかり、またその保存のために奉仕した学者たちの想像を贅使する努力が実感できるはずです。旧イスラームは性別や肌の色や言語などの相違に関わらず、全人がその本質において平等であると説きます。アンラーが最初に想像した人間はアダムですが、彼は全人類の父祖なのです。 またアダムからその妻であり、全人類の母であるイブが作られ、そして彼らを両親としてその子孫が生まれたのです。その案内の本質と想像において、全人類は平等です。至高のアンラーはこう言いました。人々よ、あなた方を一つの魂アダムから作られ、ついでそれからその妻を作られ、そしてその二人から多くの男女を作り広げられたアンラーを恐れるのだ。 そして、あなた方が彼において同情し合うところのお方と、親戚の絆の断絶に対して身を包め。クルアン4対1。マタンラーの死と彼にアンラーからの平安と祝福彼は、こう言いました。実にアンラーは、イスラーム以前の無知の時代にあなた方が不当に抱いていた誇り、特に祖先に関する誇りという無知の気持ちを捨て去られた。人はアンラーを恐れる信仰者か。 あるいは罪深い不信仰者のいずれかなのだ。すべてのものはアダムの子であり、アダムは土くれから作られたのである。あ、テルミズイの伝承。過去の、そして未来のすべての世代はアダムの子孫です。かつて人類は一つの宗教と一つの言語を有していましたが、その数が増大化して地上に散開し、異なった土地に居住したことによって、その色や特徴、言語をことにするようになったのです。 このことはまた彼らを違う思考様式と生活様式、そして信仰へと導きました。思考のアンラーはこうおっしゃっています。人々は一つの共同体であった。そしてそれから相違が生じたのである。もしあなたの主の御事よによる定めが先んじていなければ、彼らは相違したまま採決を下されてしまったであろうに。クルアン10時19分イスラムの教えはその性別や人種。 言語や民族を問わず、すべての人間を平等とみなします。ただ、一つだけ異なるのは、その人生においてアンラーの教えを実践するかどうかという点なのです。思考のアンラーは、こう仰いました。人間よ、実に我らアンラーのことはあなた方を一組の男女から作った。そして、あなた方を多くの民族や部族に分け広げた。それは、あなた方が互いに知り合わんがためなのである。 実にアンラーのおもとで最も尊いものは、あなた方のうちで最もアンラーを恐れるもの。アンラーはすべてをご存知になり、すべてに通行されたお方。クルアン49対13イスラムにおいて認識されている平等性によれば、全人類はその自由においても平等です。ただし、その自由はそれでもって好き勝手に振る舞うような動物的自由ではなく、宗教でもって規則つけられた自由なのです。 イスラムは全人に対し、以下に示すような権利を保障しています。A、思想と主張の自由。イスラムはその信徒が咎められることを恐れずに真実を話し、その思想と意見を建設的かつ焦点をついた形で表現することを進めています。アンラーの死と彼にアンラーからの平安と祝福からは言いました。最高の形のジハード。あ、不正を働く統治者や指導者の面前での真実の言葉である。 アブーダーウードの伝承。預言者ムハンマド、彼にアンラーからの祝福と平安あれの教友たちは、この心情を実践していました。ある時、ある男が第2代政党カリフの生まれ分ある、ハッターブに、こう言いました。信仰者の長よ、アンラーを恐れるのだ。すると他の者が、それを遮って、こう言いました。お前は、信仰者の蝶に、